日本中部地方長野県塩尻市、広岡広市級は、長野県塩尻市北部の地区。塩尻市の定義では、大技広級原神殿、大技広岡県籍、大技広級郷原、大技広岡の村が該当するが、これに大技広級吉田及び大技広岡高でを加えた地域を含めて故障されることが多い。市の観光庁が集中する。 中心市街地のドーナツ化現象によって、北港にあたる、この地区の国道19号沿いに、郊外型の大型店や住宅が増加した結果、塩尻市の新たな経済的中心地となった。広岡山地区の人口は約3万1人で、塩尻市の人口の半数近くを占める。広急、吉田、高高市中ではかつては、高高高市地区の一員だったが、 人口が多いため広岡地区を脱市独自の地区を形成している。市役所の市所の管轄は若干のずれはあるが概ね吉田が吉田市所、それ以外が広岡市所となる。広急原神殿は一部を除き JR 篠ノ井線、広岡駅の西側の地域で一部に田畑が見られるがほぼ全域が住宅地となっている。塩尻市立広岡小学校。 国道19号沿いの成功エプソン広岡事業所などがある。かつての東地区間郡原日田村の範囲と一致する。郵便番号は399-0706。広岡県医師は、篠野井線と奈良井川に挟まれた地域。塩尻市立高良中学校がある。篠野井線の東側の一部も、広岡県医師に属し、国道19号などがある。 篠ノぬ線の西側には田畑が広がっているが、それと対照的に東側には住宅や郊外型大型店で占められている。県石膏業団地は名は県籍で、県籍に限りなく近いところにあるが、実際には高岡の村にある。古代の東山道の宿駅、里市市駅の最有力な否定地である。かつての東千区間郡県国庁村の範囲と一致する。 郵便番号は399-0705。松本市科大学広岡郷原は、篠ノ井線の西側の地域。北国西海道郷原塾があったことで知られる。奈良井川沿いは、貸し団級となっている。田畑と工場、住宅が混在する。塩尻市総合体育館や松本市科大学がある。かつての東千区間郷原町村の範囲と一致する。郵便番号は、 三九九のゼロ七ゼロ四広岡駅高岡の村は、篠野井線と長野自動車道に挟まれた地域。塩尻市役所広岡支所や、塩尻市立急中学校がある。長野自動車道周辺は、田畑が多いが大部分が、住宅地。高岡の村バスストップがある。県石膏業団地と各前工業団地があり、県内有数の工業出荷額を誇る塩尻市でも、 工場が多い地域である。かつての東地区間野村の範囲と一致する。郵便番号は 399-0702E。吉田地区センター、吉田公民館、塩尻市役所吉田支所、塩尻市立図書館、吉田文館広久吉田は、広岡の最も北にあり、松本市と境界を接している。奈良川と長野自動車道に挟まれた地域で、中央を、 国道19号と篠ノ井線が横断している。塩尻北インターチェンジ、長野県田川高等学校がある。東側は田畑が中心だが、住宅や郊外型大型店が中心となっている。郊外型大型店の多い広岡の中でもこの地域は最も多い。かつての東地区間国吉田村の範囲と一致する。郵便番号は399-0701。 高出交差点、高高市高では、篠ノ井線の東側にあり、篠ノ井線と田川に挟まれた地域、中心市街地である大門地区に隣接する。田畑が見られるところもあるが、多くは住宅と郊外型店舗である。国道19号、国道20号及び国道153号の合流点があるため交通の要衝となっている。 長野県塩尻市学館高等学校、東京都市大学塩尻高等学校がある。かつての東地区間群校、出町村の範囲と一致する。郵便番号は三九九399-0703。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。人口、世帯数塩尻市小中学校の通学区域、塩尻市5原八十十一十二十三 14、15組5原1、2、3、4、5、6、7、9組。ありがとうございます。